ここに用はないな。相変わらずだな、兄さんは。現実から逃げて、自分に都合のいい結果ばかり求めてる。あのケビンという男、とんでもない食わせ者だ。親父は15年前、香港へは小説の取材で行ったんだ。香港で何があったのかわからないけど、それっきりこの島にこもってしまって、家族はバラバラだ。整理してみるか。和彦さんの父親が姿を消した後、彼の友人だった利根英次郎は孤島へ引きこもって館を改造、そして今になってヤンさんとクライドさんが招かれた。もし取り壊された香港の家の地下に伝説の貿易会社の財宝が眠っていたのだとしたら、どこかでそれを知った利根英次郎が二人を仲間にして誘拐事件を演出した。信じたくねえ推理だけど、それなら全部辻褄が合っちまうんだ。あとはこの家のどこかに隠されている英次郎の遺産の正体が暴ければ、それが何よりの証明になるんだが。ついにたどり着いたぜ、利根英次郎め。やっぱりこの家の中に隠していやがった。大英帝国の遺産、大いなる財宝だ。今度はケビンさんが部屋にいない？はい。どうやらこの家は日が沈むたびに一人ずついなくなる仕掛けみたいね。あの男は殺されるような玉やないで。確かにケビンさんが殺されるとは思えないな。いいえ、あの男のことなら心配いらないわよ。なぜです？
おそらく彼の行き先は行方不明の遺産の隠し場所やろ。ええ、そう。あの人ここへ来てからあちこち嗅ぎ回ってたみたいだから、ついに見つけちゃったんじゃない？なんだって。兄さん落ち着いて。となるとまずはケビンさんの部屋やな。失踪した人間の身辺を調査してその足跡を追っていく、こういう仕事は探偵のお箱やで。じゃあ皆さんはここにいてください。ケビンさんの捜索は我々で。いいな。はーい。って、おとなしくしてられっかよ。ここに用はないな。Thank you.
誰もいない。おっちゃんと服部はもう出て行った後みてえだな。何か手がかりが残ってるかもしれねえから、一応調べてみるか。ダメじゃない坊や。保護者の言うことはちゃんと守らなくっちゃ。メイリンさん、よっぽど探偵ごっこが好きなのね。もっとも、確かに坊やにはその才能があるみたいだけど。いや、僕はやっぱり大勢で探した方がケビンさんも早く見つかると思って。で、何から調べるつもりなの？まいったな。俺を一人にしてくれる気はなさそうだぜ。しゃあねえな。平次兄ちゃんが自分で消えた人間は何か手がかりを残すって言ってたから、だからまずはこの部屋をよく調べてみようと思って。そうね、自分から消えた人間って少なからず証拠を残してしまうものよね。逆に他人の手で消された人間は確たる証拠も残らないことが多いけれど、特にプロの仕事の場合はね。何の話？うん、何でもないの。それじゃあ部屋を調べましょう。このメモは？あの男も少なくとも絵の才能だけはないよね。家の見取り図みたいなもんにたくさんの×印と一つだけ丸印がつけてある。そうか、こいつはこの家の間取りを示した手書きの地図だ。でもこれこの家の地図じゃないのかな。そう言われれば確かにそうみたいけど、簡単すぎてこれが何階なのかわかんねえな。それにこの×と丸の印は、何か書類がある。何？モーガン・ドレイク&ラチェット社に関する調査報告書だって。なんでケビンさんがこんなものを。あの男、やっぱりモーガン・ドレイク&ラチェット社について調べてたのね。俺今声に出したりしてねえよ。メイリンさんもあの会社のことを知ってるのか。鍵がかかっているみたいだ。で、これから先はどうするの、探偵君？
素ボンベ。いや、こいつはダイビングで使うタンクね、それ。中に入ってるのは酸素じゃなくて圧縮された空気なのよ。メイリンさん詳しいんだね。私、スキューバダイビングが趣味なの。じゃあこれ一つでどのくらい潜っていられるかわかる？そうね、このタンクで水深が5メートルくらいなら60分は優に潜れるんじゃないかしら。そっか。でもバルブが開いてるから使用済みみたいだね。ええ、空っぽなんじゃない？空のタンクがあるってことは、ケビンさんが以前から水没したこの館の1階部分を探索していたとみて、まず間違いない。手書きの地図は、その時に作成したこの館の1階部分の見取り図だ。バツ印がすでに探したエリアで、丸印はお目当ての場所ってとこだろうな。遺産はそこにある可能性が高いぜ。どうやらこれ以上は何も出てきそうもないわね。で、これから先はどうするの、探偵くん？僕よくわかんないや。メイリンさんはどうしたらいいと思う？そうね、タンクは一つきりとは限らないんじゃない？そっか、ケビンさんはまだ水の中にいるんだ。それじゃあ僕たちも水に潜る方法がないか考えればいいんだね。そう、タンクがこれだけとは限らねえ。むしろ他の道具が見つからないことを考えると、別のを使用中と考えるのが自然だ。つまりケビンさんは今まさに1階を探索中ってわけだ。その通りよ。さあ次はどこに行くの？いや、メイリンさんにはケビンさんがやっぱり部屋にはいなかったってみんなに伝えてほしいんだ。ほら、蘭姉ちゃんたちが心配してるといけないでしょ。坊やはどうするの？僕、トイレ。じゃあ、私も付き合うわ。それから一緒に戻りましょう。ち、嘘よ、嘘。いくら子供だからって、そういうことは恥ずかしいわよね。いいわ、先に戻ってるから。その代わり、用が済んだら坊やもすぐに戻ってくるのよ。やれやれ、あの人も何考えてるのかわかんねえ人だよな。と、そんなことより捜査だ捜査。